ウエストナインティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんは、ナインティナイン岡村です。矢部です。もうね、だんだんと11月も終わって12月入って、もう2025年がちらちら見えてきたという感じなんですけれども、毎年ね、西高の集まりってやってるじゃないですか、お正月に。でそれね、去年からうちのキャプテンがなんか復活したんですよ。言ってたね。そう、それまでずっとこう、飲み会とかに顔を出さなかったんですよ、突然。まあ、なんか、はい、ある年に来なくなって、そこからずっと来なくなって、飲み会は全部断ってると。別に来たらええやないかというのが一切来なかったんですよ。なんでか分からへんけど、まあ大体の見当はついてるんですけど、まあ本人の口から言えへんからあれですけども、去年からその西高のサッカー部の飲み会とかに参加するようになった。それはいいんですよ、いいんですけど、まあだから、来年も2025年もやりますと。キャプテンがポーンってそのグループラインにポーンと入れてきたんですよ、集まりますと。それはいいんですけど、ずっと来えへんかったお前が、急にやりますって、日にちもこの日にちですと、この何日にやります。いや、聞けと、みんなに今年皆さんのスケジュール、そう、今年皆さんのスケジュールどうですかって、自分が行けるようになったもんやから、自分のスケジュールだけこの日行けますってなって、その日を、なんであいつキャプテンやってたかなと思うぐらい、なんか腹立ってきたんですよ。キャプテンやってたからちゃう？いや、そうなんですけど、キャプテンやもん、今でも。キャプテンやったらキャプテンらしく、みんなどうですかと、みんなの意見聞いて、まとめたりした方が俺はええんちゃうかなと思ってるんですよ。でもこの日ですと。いつもね、まあ、どうせキャプテン来えへんからっていうので、どうせあいつあれやで、今年行けませんってずっと来るわって何年も来えへんかったから、で大体皆さん、まあ、なんとなくこう年末になってきたら、この皆さんのスケジュールどうですか、この日にどうですかって言って誰かが入れるわけよ。でみんなが、あ、この日なら参加できます、この日ちょっと難しいですと、で調整していくわけやんか。せのに、いきなりもそれこそ、その1週間ぐらい前に、えらい早めに、今年は何日にやります、ちょっとエンジンかかってもうてたんやな。そうやね、聞けよって。なんでそんなことすんねん。まあ、それもおかしいなと思ってんけど、で今までは茨城西高の、まあ、分けてる時期もあってん、西高の、友達と、でサッカー部と分けてたけど、これも分けんでもええかなって思って、顔みんな知ってるからな。そう、知ってるから、まあちょっと、まあ合同でやるって言っても、結局サッカー部と、茨城西高校のサッカー部とラグビー部が大体集まって、やるんですよ、新年会を。でまたその勢い余ったんか知らんけど、キャプテンが勝手に今年はうっちん呼びます、サッカー部の顧問の先生を呼びました。厳しかった先生。俺は1年の時、ほんま地獄の、まあ、うっちんって言ってたんですけど、内田先生っていう顧問の監督さんがいたんですけど、その人を呼びましたと。呼ぶなと。そのサッカー部だけの、まあこれうちに聞いてたらちょっと何やお前って言うかも分からへんけど、監督がそう言うかも分からへんけど、サッカー部だけの集まりじゃないから、お前はそうやってなんか交流あるんか分からんけど、サッカー部だけやったらええねん。まあ難しいとこやな。ラグビー部も来るし、なんならラグビー部クラブ入ってない人も来ると。そういうのに、そこにサッカー部のその顧問の先生が来たら、ちょっと変な空気になるやん。まあ存在は知ってるやろうけどな。
で今年はすいません、あの内田先生にも声かけました、うん、サッカー部以外の人には申し訳ない、なんでお前がそんな決めんねんって言って、まあ、キャプテンやからやろな。それはだってラグビー部のキャプテンもいるわけやから、うん、なんでそんなことする。逆に言うとな、うん、ラグビー部の顧問の先生が来たらな、うん、なんであんた来たんって俺はなんまあなるよな、うん、それと別で分けて思い入れないからな。そうそうそう、また分けて、ほんで話が分裂してまうやん。するする、そのサッカー部の話ラグビー部の話で分裂して、せっかくみんなで集まってんのになんかあっちこっちで結局そのうっちん来てもうっちんはサッカー部と多分話すやろうし、まあね、その辺のなんかね、なんでやねんっていうのをまあ、うん、おたら言うたろう思ってるんですけど、うん、なんかそれって返してええんちゃう。いやだから誰も返せへんねん結局、なんか多分それみんな引っかかってんねんと思うねん。で今年やります言うて LINE、うん、入ってたけど誰もそれ返してないね、うん、トタニッチョだっけ。なんでか言ったらまたそう、そういう人やな、うん、キャプテンがトタニッチョ店よろしく言っているよって。ああ任した。いつもいつもトタニがそれ店予約せなあかんね。空いてへんやんそんな正月から、まあね、飲食やってるからシェフやってるからその知り合いのお店とか全部トタニが当たってくれるんですよ。それも全部丸投げして、ええ人やからな全部やるんやろ。そうグループラインに名指しでトタニッチお店よろしくして入れようんや、うん、トタニええやつやから、うん、了解って入れとって、うん、そんなんせんでええでって思うねんけど、うん、だトタニだけそれだから参加するとも、うん、俺飽きませんって言うてるやつも誰もいてないんだからまだ、まあまあ、とみんな多分引っかかってると思うそれな、うん、サッカー部の人間も、うん、何やねんと勝手に決めろと、うん、暦見て、ね、いつから仕事始めとかみんなどうなんて今まで聞いてきたのにそれグループラインで見てなかったのかっていう、うんうん、なんか嫌やなぁ思って、うんうん、勝手にそんなこと、まあ癖じゃんキャプテンの。まあだから自分がこう行けるようになったから飲み会に参加できるようになったから、うん、まあ勢い余ってんねやろうけど、あれ10本ダッシュみたいなことなんじゃまあキャプテンのな、うん、あれ何日みたいな悪気ないんかもしれない。ハーフェーからハーフェーとかな対角線とかな、そうそんなレベルで言ってんじゃない。ブラジル体操何日な三拍子うん、とかでよう言うとったからな。もうええねん懐かしワードええねん別にそんな感じでちょっといいなんか言うとんな。いやそうなんじゃない、そうなんやと思うで。勢い余ったんか分からへんけどもやね、ちょっとだからあとまあ理由分からんけどその来れるようになった喜び、うん、それは分かるで、もうそれは分かんねんけど、うん、もうちょっとそのみんなにもね、あのまあ、うん、その気使ってやってくれたらええのになと思うけど、うん、そのサッカー部のねえ顧問監督に声かけましたってかけんでええやん、うん、選手の方針かけんでええやんフットボールアワーみたいなって、うん、後藤みたいなと思う、ね、いやまあなんか、まあ、あの水川さんだけあるんじゃないの、その内田先生といや交流がな、そう、うん、だからまあええんかなとか思ったんじゃん。まあええねんけど、なんかその日じゃないような気がして、うん、うん、でもサッカー部だけでやってるもんやないからなと思って、うん、うん、その分やっぱちょっとみんなこう今年は参加しますとか参加しませんっていうラインも入ってきてない俺もだから見てんねんけど、あ誰も入れへんなと思ってて、トタニは来るつもりやけど、トタニはその日もしゃあないから、そこで休み取んのかなんか分からへんけど、お店も自分がやらなあかんねんな思って。いやもうしょうがない、なんか決まってまうからな、もうそれでキャラがお店取るキャラに、うん、なってしまうからね、それで OK したら。まあそうやねんけど、なんかそんな、なんちゅうの、ちょっとずつそういうさ、なんかあのお店全部俺が取らなあかんのかとか。でももうどこのおじさんもこんな揉め事あんのちゃう今。あんのかな、その飲み会自体がほらコロナとかで
やってなかったから、そうそう、どうしてたっけっていうのも多分あるやろし、正月のもうやで同窓会的な感じで、なんであいつこんなこと言うてくんねんみたいなってあるあるなんちゃう、あるあるだから、うん、いやあいつ来んのとか、まあ、それはあると思う、あるやろな、あいつ来んのはあるやろな、だから席をちょっとこう何ちゅうのうまいこと、お前ここ座っとけよとかお前ここにおれよとかいうのはちょこちょこあんねん、もうあの結婚式の席と一緒や、そうそうそう、なんとなくこう何だかお酒飲んでいくとわーってあれするけど、分かる、まだまあ去年もまあ楽しかったやろうけど、そのもう、そのキャプテンなんかは動き倒すから、うん、お前俺アキレス腱切れてるから絶対踏むなよって、うんうん、の割にずっと横におったからもう動き回ってなんかうるさい、もうなんかなんかちょっとその学生時代のサッカー部時代のキャプテンとはちょっと変わったんかなっていう思いもちょっとありますけど、まあまあそらな、うん、もう年月経ってるから、そうなんですよ、我々のね、うん、もう青春時代でしたから、うん、今でもこうやってサッカー部で集まれるっていうのはもうすごくいいことやし、高校の時の仲間と今でもね、うん、50過ぎても集まれるっていうのはすごくいいことやから大事にしたいなっていうふうにねちょっと思ってるんですけども、でもやっぱり集まったら戻るんやろ、その時の、まあその時の、ね、立ち位置に、立ち位置にはまあ戻るけど、俺らの代のキャプテンも竹内もああ見えて俺にめっちゃ厳しい、あそれもうその時からやの、高校時代から厳しい、だそこにだから戻る、うん、そこに戻っていくというかね、そう、うん、他に優しいねんけど、だなんかそういうことあるんでしょうけども、まあなんか大人になって、大人になればなるほどそういうのちょっと小さいことがちょっと気になったりとか、昔やったら気にならへんことがちょっと気になったりとか、そういうことはちょっとあんのかもわからないですけども、でもね、まあしょうがない。もうでも体の話とかになるやろ。そうそうそう、誰がどの健康でこんなん使ってる、あんなん飲んでるとか、うん、そういうのはことになりますけどね。うん、年齢重ねると。ただどうですか、最近その青春みたいなことしてますか。僕も。僕本当何よ突然やな、青春なんかするわけないやん、僕本当この年齢なんて、昨日ですけども、仕事が終わってでご飯食べに行って、お仲間と、うんね、7人ぐらいでご飯食べて、でご飯食べた後なんかボーリング行かへんってな、ボーリング、プライベートでボーリング行ったことあります？いや行ってないな。学生時代って何かあったらボーリング行ったりしませんでしたか？いやあったあった。あったでしょ。今もう年に1回エッチなボーリングやるだけやわ辻仕事なそうやろ、仕事俺何年もそんなプライベートであのボーリング行ったことないから、今からご飯食べて、でもうだから10時ぐらいやったかな、うん、10時ぐらい、ほんでなんかってなったけど、なんか行こうやっていうノリになって、うん、そっからご飯屋さんから空いてるそのボーリング場で探したら、うん、いつもその毎年やってる志村鶴瓶の危ない交友録のあそこのボーリング場が空いてたのよ。そんな遅までやってんねん。やってんねん。で、ここ、毎年来てるとこや、思って。うん。うん、まあ、みんな行こう言うから、ほんなら行こうか、言うて、で、行って、うん、ボーリングしたんですよ。もうほんま何年、何十年ちゃうかな、プライベートでボーリング場行って、うん、なんか普通に、だって番組やったら普通に靴とかも置いてありますやんか、うん、ねえ、でなんかそのお店の方に25ですとか言って靴もらってとかそういうこともないじゃないですか、うん、で靴もらって玉探して、うん、でボーリングやって、うん、でびっくりした。いつもそのあんまりこう毎年ボーリングやっててもその英語禁止ボーリングとかですので点数がどうとかあんま考えたことないじゃないですか、うん、で普通に投げでもまあまあそれなりのスコア出るやろうと思ってたんですよ、うん、
ところがびっくりしたんですけど85しか取れなかったんですよボーリング85。昔ね、あの100はもう確実に超えてて、僕はあの今でも鮮明に思う吉本ボーリング大会みたいなのがあって、うん、マンスリー吉本って昔吉本の小さなこうなんていう出番表とか全部書いてる吉本ニュースの小さい本があったんですけど、それ主催のボーリング大会あったんですけど、それでも優勝したことあるんですよ。そんなことあるのにプライベートでボーリング行ったら85点やったんですよ。でもめちゃくちゃ楽しかったんですよこのボーリング、プライベートで行くボーリングが、うわなんか昔こんなんしてたわと思ってキャッキャ言いながら、うん、あかんとか言うてハイタッチしてハイタッチ1回2回したかな、うん、すごくないですか。まあ懐かしいなっていう感じにはなるな。そうなんですよ。でもなんかもう真剣にやるっていう感じがにならへんよね。まあまあそうなんですけど、まあでもそれでもすごく楽しかったんですよ。うん、で、あの、ボーリング終わって、わ、こんなに下手くそやったかなとか思いながらですけど、まあちょっとでもそれでは、なんか、あの、なんちゅうの、それ終わってまだ余韻に浸りたいみたいな感じやったんで、うん、どうしようと思ったら、もうでも店その辺もう閉まってるんですよ、全部。うん、閉まってるから、7人ぐらいで中尾行ったんですよ。これもすごい学生の時の感じじゃないですか。まあそうやな、うん、お腹はいっぱいなんですよ、ご飯食べたから。うん、中尾行って、うん、中尾ってビール売ってるんですよ。ビールだけしかないですよ中尾って。その あのハイボールとかチューハイみたいなの売ってないですよ。ビールだけしか売ってないですよ。そうか、いっぱい飲んで食べるみたいな感じやな、うん、でお腹いっぱいやからビールと唐揚げ売ってるんです、ほんで、うん、でビールと唐揚げだけ頼ん でこんな下手くそやったかなーとかで、自分うまかったなーとか言いながら1時間ぐらい中尾でほんでまたやろうなーって言ってみんなで解散したんですよ。なんかあれこんな経験してなかったなーと思って、なんかうわなんか楽しいと思って、青春ってこんなんやったかなー思って、すっごい楽しかったんですよ。ご飯食べてローリングして、でみんなでああでもないこうでもない言いながら、すいませんなんかあの牛丼も頼まんと言うて唐揚げとビールでなんかああでもないこうでもないっていう一日の終わり方がすごい楽しかったんですよ。その後コンビニのでたむろしたらもうフルコースや昔はね、昔はねちょっとそのそうなんかね、唐揚げくんとかでもちょっとまあ唐揚げ頼んでしもたからねあれなんですけど、うん、なんかこんな経験全然してなかったなと思って、うん、すごいなんか楽しかったんですよ。昔はそこにちょっと気になる女の子おったりするからまたまあまあね楽しいな、なんかこう青春やね、うん、そうなんかなんちゅうのかな、そうそうなんです。でも分かる分かる、昼間にフットサルして、はい、まあ大勢スタッフとか芸人とか集まって横のなんか屋台でちょっと食べるっつってなんか買って食べてる時青春、うん、うわあ懐かしいなって思う。なんか今なんかそのご飯食べに行ってでも2軒目も行けへんかったりするやん、うん、なんか昔やったカラオケ行ったりとか、うんうんうん、そういうようなことはあったかも分からへんけど、そのボーリングってじゃあこれボーリングに変わるなんかあるって思って、みんなでこうなんかね、まあ、ビリヤードとかはあるけど、ビリヤード行こうかって言ったら、いや俺ええわやったことないしってなれへん。ビリヤード多分やる人やらない人がもう分かれるからじゃない、うんうん、で卓球はええんちゃうというか、卓球もいや俺あんま卓球やったことないからってなると、俺卓球うまいでっていうやつ出てくるから。卓球行ってたわ。でしょ、卓球も楽しい楽しい。あとカラオケもついてるやん。カラオケそういう施設、うん、でまたダーツとかなったら、いやダーツ俺やったことない、もうええわ。でちょっとこうおしゃれな人が、うん、俺ダーツやるけどなってなって、でみんなでわあははおほほになれへんね。だから結局、うん、うわーって
言えんのってボーリングなんですよ多分。ずっと考えてこれに変わるなんかないかな。ほんなら朝からなんかゴルフとかどうって、ゴルフなんか絶対やれへん人おるやん。ほら。しょ。やバッティングセンターって言うんだけど。ボーリングの不思議やな。うん。バッティングセンター近いんちゃうって言うんだけど、いや俺球技やれへんしな。じゃあボーリングもあんまやりたない人おるって。でもなんかボーリングおるけど、でも来るやろ。でも見ててもええわけやから。そうそう、座ってて見ててし、なんとかなりそうやね、うん、ボーリングって。そうそうそう、下手でもみんなでわーって笑えるやんか。ガーターバーン出しても、だからちょうどええ、なんかみんなでこうゲラゲラ笑えるやつってやっぱボーリングやね。だからもうちょっと遅くまでやっとってほしいんだけどなと思った。あともうちょっと靴が綺麗やったらええなと思った。いやまあレンタルやからさ、うん、だからそれがちょうどなんかこの、50過ぎてきた人間とかがなんかもう今日もちょっと底辺なんですよ、右手がなんか早くも。なんかカバン持とうと思ったら全然力入れへんかったりするんですけど、あボーリングやったからやと思って。そうだから一番うまなりたいとかないねや。ない、楽しかったらいい。うん、だからあの楽しかったって思えて、家帰るまでにタクシーの中で今日楽しかったな、なんか充実してたぞと思って仕事して。でもなまあみんなでは言えるっていうのが大きいんかな、うん、そう2連あれして楽しいな。ゲームセンター楽しいけど、うん、分かれるもんな。そうそれぞれ。そうやね、確かに。そう隣同士でそっちなんぼで誰がうまいのとか言って言えるじゃないですか。だからスポッチャちゃう。スポッチャ昔 CM やらせてもらってた。ああスポッチャ楽しいよね、全て揃ってるから。でも結局何する言ったらボーリングやね。いやいやそんなことない、そんなことないけど、何やる言うておっさん集まって、うん、何やる言うてやっぱもう結果ボーリングになると思うね。やりたいのもちろんあるけど楽やからか。なんか投げる以外座ってるやん。そうそう座ってんね、うん、ほんで見てられるし、あお前お前、うん、ええとこ行ったねとか言えるやんか、うん、うん、まあ、そうやな。ボーリングの不思議やな。そうボーリングはなんかええー、って言うたよそら、ボーリング行かへんってなった時、ええー、もう今からってなったけど、うん、いや行こうや行こうやって行ったらやっぱ楽しかったっていう。だからみんな青春してますかって、久しぶりになんか青春、あの学生時代のなんか思い出したなと思って、うん、そう行く人にも よるんじゃない。あ、そうそう。まあ、楽しいね。メンツで行けたからっていうのはあるんですけど、だからみんなでその、これに変わんの何かなぁ、結局出てけへんかって。ほんだからこれ第2回やろうなってなってもて。またみんなで集まって第2回これボーリング大会やりましょうねって言って。うん、まあ、まあそうやな。そう。すごいな、じゃあボーリングって。いや、すごいと思うよ、だから。他のものってなんか、苦手な人おるもんな。うん。だ馬になりたいとは思えへんけど、なんかいつかああいうプロテクターみたいなのつけて、なんかやる。ひでちゃんがプロボーラー、うん、テスト受けはったんやったっけ。そう。めっちゃうまいな。そう。ほんでみんな結構言うやん。俺結構だいたい130ぐらい。130いく言って。うん。うん。でも160出たこともある。聞かれたやつって、うん、最高スコア言ってん。そう。大体。うん。ほんで一番、7人の中で一番スコア良かったのが、たった115やからな。誰も130も言ってへんやん、言って。誰やったっけ ?160 とか言ったって。115がハイスコアやった。7人のうちで。もうそれぐらいが余計楽しかったんやろけど。そうや。わかったわ。取りに行かんでええもん、ボールとか。な、そう帰ってくるしな、帰ってくるし全部機械やってくれるし、うん、たまにの故障がストレスで、うん、だいたい回っていくもんね。下手くそでもえへへで終わるやん。でも野球とかって、まあ、エラーとかしたらわーって迷惑かかるやん。でも
ボーリングでガーター入っても、うん、わー言うて下手くそやなって言って落ち込むこともないやん、あんまり。だからうまい、うん、うまい人といかへんことや。そう、うまい人はうまい人でうまいなーって見れるやん。うん、うん、うまい人一人二人のバランスやろな。うん、で下手くそな人もおってやねんけど、うん、これだからもちろんそのなんちゅうのかな、例えばお前あんま野球うまくないねんから草野球やるけど外野守っとけみたいになって、でバーって万歳したらバーンボール抜けていって、で自分でバーって走ってボール取りに行かなあかんや、うん、で投げ返そう思った時もうランニングホームランやったりするやん、なんか空気悪くなるやんするするやんってフットサルとかやるやん、おるやろうけど、でなんかパスもらってもサッカー経験者じゃなかったらドドンってなって、うん、わーみたいになるやん。それボーリングって下手くそでも落ち込むことないねん。嫌な人おらんかったんやわ。でもガーター出してさ、ウィーっていうやつおったら腹立つやん。うん、多分もうええ大人やからみんな。うん、別にそれ言えへんけど。そう。でもその落ち込むことがあんまないというか、ガーター出ても奇跡のストライク、そしてゼロで終わること絶対ないやん。絶対なんか倒れて、ほんで奇跡的になんか行さん倒れる時あるやんか。だからやっぱようでけてんねん、ボーリングって。だ何回もブーム来るやん、第二次ボーリングブームとか、こう定期的にこうボーリングのブーム来て、まあボーリング場行ったらお客さんおんもんな。おるよ。だから夜やったのにサラリーマンの人とかめちゃくちゃボーリングしてはったもん。やっぱ誰でもできるっていうのが大きいかな。そう、いや教えてほしい、逆にこのボーリング50過ぎたおっさんらでもなんか青春できる、そういうちょっと小一時間遊んでいこうかっていうので、ボーリングに勝るもんもうないと思った。カラオケやったら歌えへん人おるやろ、ちょカラオケ行こうかって言っても、いや、まあ、俺下手な人行くけど、うん、行くけどその人全然楽しくなさそうやったりするやん、ずっとチョコレート食べてたり、うん、だからボーリングはだから絶対行ったら絶対投げるし倒れるし、うん、落ち込むことないし下手くそでも、でうますぎてもそんなに調子しのることもないし、うまかったなーで終わるし、お前なんやねんみたいなこともなれへんし、うん、これボーリングっていうのが一番なんか青春に戻してくれる感じ。不思議よね。でもこんだけ話聞いてもめっちゃ行きたいって思わへん。でも俺が不思議よ。思えへんけど。思えへんよね。思えへんけど行ってみ。めちゃくちゃ楽しいから。なんやこの感覚ってなる。はーってなってる。ずっとブスッとしてる人おれへん。ずっとなんか口角上がってるっていうか、ずーっと。まあね、自然と言うてもなんかジュース飲むみたいな感じになるから、まあ、嫌な人とはいかへんからな。そうほんまなんかね、ちょっとだからその日もそうやった。もうってもうボーリングとかってなったけど、行ったら楽しかった。もう1ゲームやろうかな思ったも時間やったからできへんかったけど、なんかもう2ゲームぐらいやっても全然ええよっていう感じやってんけど、これやっぱボーリングのなんか何やろ、楽しさみたいな、あ青春してるなっていうね。青春って言うんですか、青春って言うんですか、よう分かりませんけど青春、そう、なんか思い出して、あの時のなんかそう言ったらボーリングなんかあったらボーリング行ってたな茨城のと思って、そうカラオケかボーリングか、まあ、そんなんしかなかったわな。そうなのよ。そう。なんか楽しくさせてもらってたなと思って。それが昨日やったんでね、ちょっともう皆さんに青春してますかなんて言っちゃいましたけども。はい、皆さんね、ほんと青春してくださいね。もう、言うてもね、センター試験も近くなってきてますけどもね。共通テストね、近くなってきて、あと1ヶ月半ですけども。ちょっとねリフレッシュするのもいいかなというふうに思いますけども、ナイティナイのオールナイトニッポン、この番組はガチャガチャの森、朝日ロジスティックス、日進機構、 AK レーシング、大正製薬、ブルボン、エイブル、ライオンケミカル、ワンカップ大関、高須クリニック、ヤクルト、 JCB 以上各社の協賛で、東京中田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。曲いきましょう。緑黄色社会で恥ずかしいか青春は。
ナインティナインのオールネット日本ではあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com です。各種 SNS ではハッシュタグナインティナイン ANN をつけて投稿してください。ナインティナインはカタカナ、 ANN はアルファベットでお願いします。おじさんたちとの2時間限りの宴、いざ開演。ナインティナインのオールネット日本。ルー大柴、やっとウィンターらしくなったトゥデイ、この頃70点ナインティナインのオールネット日本。メールです、はい、ラジオネームコッコット。おっさんが落ち込まずに青春を感じたいならボルダリングはどうですか。絶対無理や。準備するのもそんなになさそうですし、ワイワイできて青春できるはず。ボルダリングはね、大変や、大変やで。もうほんまにボーリングどころのもう次の次の日とか仕事並んで、あの多分あのパソコン叩かれへんと思うわ。あと下手した怪我するね、うん、落ちたりしたら ね、 ボーリングもね、まあ、足全身使うから、あのもう青春どころやないわそれは。これだからおっさんとっていうとこがポイントやの、うん、これだから全部子供と言ってんのよね。ボルダリングなんかもおっさんは無理やわ。子供はすごい、逆にすぐ覚える、うん、恐怖心ないからそんなに。ラジオネームエムリー。息子とよく商業施設にあるキッズエリアに行くんですが、そこにあるボールプールに入ってみたいなと心の中で思っています。ボールの海に飛び込むのもよし、ボールを友達と投げ合うのもよし。今年42のおっさんですが、機会があれば入りたいです。わかる。というか入ったせやねんけど、それってだからおっさん7人で行かれへんねん。おっさんのとこでやってたらもう子供に譲ったれよってなるし、そもそもそんなとこにおっさん入ってきたらなんやこいつらってなるから、めちゃめちゃ白い目で見られるよ。そうそうそう、そもそもがちょっとちゃうというかね、行かれへん、ね、ママたちが敵に見える。ここそ、あのそういうのはちょっと難しい。うわ、これ分かる。ラジオネーム金平。おっさんでも楽しめて青春を感じるのはアスレチックです。うまいとか下手はないですし、助けたり助けられたり青春そのものです。ちょっと郊外に行くというのも青春です。これでもおっさんばっかりっていうのがね、だからアスレチックスいいと思うんですけど、からなそれ休みの日使わなきゃいけません。7人で待ち合わせしていかなあかんでしょ。飯食った後都内で行けるとこってなったらもうそらな。そうなんですよ。だからもう完全にノリでは行けなくなって、この日アスレチックやるからって言うたら、まあ動きやすい格好でおっさん集合して行くってなった時に、まあ俺やめとくわっていう、まあ集まって3人4人よう集まって4人かな。面白いけどな、行ったら、うん、行けへんやつ出てくるわな。ラジオネームルッコラ。ローラースケート、あかん、骨折する。50になってそんなローラースケートなんかやったら手をつないでくるくる回る、意外と楽しいです。転んで膝にできたあざも翌日になれば青春の証です、うんうん、あざで済んだらいいけども、骨折したらもう何してた、仕事行ってね、何したんですかってローラースケートですって言われへんの。冬スケートはスケートリンク骨折する。これはね50になってね、バーン手ついたりしたら何かしら筋痛めたりとかそういうことありますからね。でもキャッキャ言えんで、まあキャッキャ言えるでしょうけども、頭打ったりとかして、なんか帰ろうかってなるかね、変ということですけどもね。ボーリングだけ行けさあ、ここで番組からお知らせです。再来週12月12日にお送りするスペシャルウィークのお知らせ、企画も決まっております。年末恒例のこちら、2024年の最強芸人はこの俺が決める、審査員を込めたらしおかわんグランプリ。さあ、お笑いの大会の頂点とも言われているおかわんグランプリ、はい、審査員は一人、岡村さん、はい、今年も全国各地で熾烈な予選を勝ち抜いてきた猛者たちが優勝を目指します。それでは今年のおかわんグランプリの決勝進出者を発表していきましょう。まずは三木昴生、おめでとうございます。
三木昴生は、なんと7連連続で決勝進出ということで、M1 の方はちょっと残念な結果になったということで、うん、まあ多分三木昴生本人ももうカワンの方に、まあ、焦点当ててるんじゃないかと、うん、6年連続優勝ディフェンディングチャンピオンというその怒ってるけどね、うん、でもまあ欠けてると思います今年は、うん、はい、今年もね、ザ・漫才の方には出てなかったので、はい、ちょっと武さんに聞いてみたんですけど、ミキとかどうですかって言ったんですけど、まあ、そのままスルー、うん、だったので、まあ、ここを川にかけるミキ昴生の意気込み、なんていうか、凄みみたいなのをね、皆さんちょっと感じていただけたらな。亜生は残念ながらちょっと、今年もちょっと敗退というか、この間仕事した時に、どこまで行ってるでって亜生に言ったんですけれども、結局は今年もちょっと惜しいところで落選ということになりました。さあ続いて、初の決勝進出決めましたこの方です。金太郎、素晴らしい。まあ初ですけども、決勝初ですけども、まあいつもいいところまでは、行ってたんですけど、満を持しての決勝進出ではないでしょうか。事務所もね、あのフリーになりまして、まあ直で、やり取りできるようになりましたんでね、今回はもうスムーズに、金太郎さんも連絡取れたということで、早々に金太郎さんは決勝進出になったというふうに聞いてますけど、ほんまに本人が出るんですか。はい、もう金太郎さんが直で電話も取るということで、まあ、フリーでやられてるんで、ね、そう話早いね。そうなんですよ、はい。さあそして初登場続きますね、はい、こちらはコンビが決勝進出です。ロングコートダディ、すごいですね。キングオブコントの方もね、決勝に行って、すごく面白かったロングコートダディですけども、このおかわんの方も決勝に進むということになりました。しっかりネタやってくれるんじゃないかなというふうに思います。はい、M1 の方はちょっと敗者復活に回るんですかね。ロングコートダディ、うん、ね、敗者復活の方に回ると、ワイルドカードマッチっていうことですね。まあ、おかわんでも多分、頑張ってくれると思います。初めてですね、初めて決勝に進みましたロングコートダディ、楽しみですけど。さあそしてなんとあの男が敗者復活枠でまたもおかわんの決勝に戻ってきました。インパルス堤下、よかったね。まあ、安心はでけんけど、敗者復活ということで、上がってきましたインパルス堤下です。まあ、ただちょっとその暴力事件が、ちょっとまあね、本人どう思ってるのかわからないですけれども、ね、本人、いや、あの時もね、だいぶちょっともうテンションも上がってましたし、まあ、ディレクターを自らのそのまあ言うたらね、命でもありますフリップで、ディレクターを叩くという暴力を振るうというのがありましたからね。まあ、そこもまあ、今回は三浦さんが目をつむると、なかったことにするということで無事決勝、まあ、いろいろ物議はね、またあいつ殴るんちゃうかとか敗者復活からね、決勝ということで勢いには乗ってるというふうに思いますので、まあ、今回も牛乳とか布団とかですね、そういうのはご用意させていただいて、ちょっとあのちょっと興奮を抑えて来ていただけたら嬉しいですね。はい、ちょっとまあ前回出場した芸人さんからもちょっと堤下怖かったっていうふうな声もちらほら聞こえてきたので、ちょっとまあ落ち着いて、決勝に臨んでいただけたらなというふうに思います。今回歩いてこないでほしいですね。そうですね、今回は、はい、うん、まあ、普通に来ていただいていいんですけども、うん、落ち着いてね、
はい、自分が一番落ち着く方法でこの有楽町まで来ていただけたらというふうに思います。はい、頑張ってください。それが東方やったら大変ですけどね。はい、日本放送で YouTube 回さないでください。よろしくお願いいたします。そしてさらにもう一人、シークレットと言いますか、まあ、こちらもワイルドカードというんでしょうか、勝ち上がってきました。どうなんでしょうか、調子の方は。どうなんでしょうね。まあ調子良かったら来るって言ってましたよ。今年はね、でも本当に波乱尽くしと言いますか、初出場の方が2組もおられますし、まさかのランジャタイが敗退という、これ非常にこう、三木昴生にとったらラッキーなのかも分かりませんけれども、ランジャタイが決勝に進めなかったという波乱の大会になってますんで、あんま話題になってないですけどね、これはね、ランジャタイの敗退残念でしたよね。ランジャタイは本当に来れると思ったんですけど来れなかったということなんですよ。3連覇、ランジャタイに関しては3連覇がかかってたということですよね。ちょっと残念ですけども、今年はちょっと予選敗退となってしまいました。さあ、ということで再来週ですけれども、優勝者にはなんと、驚かないでください、冬の味覚ズワイガニをドーンと差し上げたいと思います。もちろん来週生で聞いてくれたリスナーの中からなんと冬の味覚ズワイガニをこれもプレゼントと、あ、再来週ですね、再来週、ズワイガニをリスナーの方からもプレゼントとこういうことになっております。楽しみにしててください。さあ、再来週12月12日のオカワングランプリ、三木昴生、金太郎、ロングコートダディ、インパルス、堤下、そしてもう一人、まあ、調子よかったら来ると矢部は言っております。さあ、ちなみに三浦氏によると、歴史を重ねてきたおかげでこの日だけは特別予算が降りると。そうなんですね。あ、そうですか、すごいですね。豪華メンバーでお送りするお笑いグランプリの決定も、オカワングランプリ絶対に聞くように。ナイティナインのオールナイトニッポン。2099年には寿命という概念がなくなる75点、ナイティナインのオールナイトニッポン。焼きうどん味焼きそば1点、ナイティナインのオールナイトニッポン。さあ、またメール来てますね。はい、これはええんちゃう。ラジオネーム竹坊、エアホッケーっていうのはどうでしょう。道具もいりません。何よりルールシンプルです、うん、ミドル世代のおっさんにはぴったりだと思います。なるほどね、なるほどね。いいんじゃない、楽しいよね。うん、でも東京フレンドパークの時みたいにバーンって止めるやつ嫌やね。まあ別に禁止にして、うん、あれさ、いつもバーンって止めて一発でドーン行く。そうそうそう、あれね、エアホッケーのええとこ何にも出てないですよ、うん、ああいうやり方すると、うん、俺いつも思っててあれだけ、あれルールオッケーやってんな。そう、オッケーやってんけど、あれはね、ほら、本邪魔かさん、あれだけ嫌やってん、俺いつも。それやらんといて、めぐみさんと、俺ずっと思ってて、うん、ちゃんとこのカチャカチャで勝負しようよと、パーン止めて、うん、でも狙いすましたかのように、ダーンって一発で入れてまう。それがね、いやいやいや、もうそれやめてや。ほんで、ゲストもそれやりだすよ、うん。お互い止めて。うん、俺、なんで誰も注意せえへんかったんかなと思って。いや、ちゃんとエアホッケーで、こうやりましょうよ、止めんのやめましょう、だいたい同じ角度であれ、うん、タンタンってここにクッションいったら、うん、あそこに入るみたいな、もうみんな分かってるから。あれやっぱ結構ガチでやってたやろな。まあガチなんや、ちょっと真剣勝負でっていう設定やったやろな。でバーン止めてギリギリのとこまで出てくるやん、うん、あの半分ぐらい横にね、ほんでダーンってやってまうから、うん、そういうのせんかったらエアホッケーいいかもね。エアホッケーちょっとアーリーじゃない、アーリー、ゲームセンター行ってボーリング場とかに昔あったりもしたもんな、うん、ちょっと置いてあったりしたけど、でゲーム終了の時
ふわーって空気が薄なって。あれ終わりかみたいな。そう。でも気づかずに、やって、うん、いや、終わり終わり。終わってんちゃうもん。みたいな、うん。出てこない。カチャン入ったらもう出てけへん。いいんじゃない、いいですね。楽しめると。あんまり、その、エアホッケーだけ置いてあるところが、あんまりね。やっぱゲームセンターなのよね。あと、まあ、温泉。温泉地のゲームコーナーみたいなのに置いてあったです。な。まあ、ちょっとそれはいいですよ。そういう、ああいうのがいっぱいあったらね、いいんですけどね。あれ、怪我するな、パンチ力。ああ。ちょっとおっさんが、ちょっとお酒入って。うん、誰が一番強いか。そもそもダメなんですよ。ああいうのバンテージ巻いてないですから。うん、あんな思いっきり殴りに行ったらダメですよ。うん、ちゃんとバンテージ巻いて。エアホッケーはいいと思いますけどね。うん。うん、ありだと思います。はい。ラジオネーム飛行機。おっさん7人で行けそうなところですが、ゲームセンターにある戦場の絆というガンダムのチームバトルゲームはどうでしょう、怪我もなくエース機から量産機でスコア出したり、局地専用機で活躍したりできます。結構本気になってまいせんな。入り込んでしまいそう、やり方がね。昔みたいなのなんちゅうの、この車のレースのやつとかはね、マリオカートとか、ああいうのやったらいいんですけど、マリオカートも楽しいんじゃない。うん、すぐ終わってまうの。まあすぐ終わってまう。カートも楽しいよ、カート、遊園地のカートね。ああそうなんですけど、ご飯食べてってなった時にね、ほなもう昼ランチしてもうカート行くっていうのを決めとかないと、そうそうそう、ダメやもんね。ノリでちょっと行こうかってなれへんのもな。ボーリング、エアホッケー。エアホッケー。エアホッケー出てきてよかったな。エアホッケー一つこうなんか近づいてるというか、一つあったな。ただ、絶対数少ないっていうね。ここに、どこにあったっけってなって、で、行ったものの空いてなかったりしたら、あ、できへんやんってな。これすぐ行けんで、飯食った後も。ラジオネーム、テルミ。怪我をするリスクがない。青春の遊び。一つあります、うん、泥団子です。夜の砂場に集まってみんなで泥を舐め合い、丸め合い、サラサラな砂をかけ合う平和なアクティビティ、泥団子おすすめです。なるほど、泥団子。一日じゃなくて、まあそれ一日寝かしたいやろ。寝かしたい、カチカチに。ほんで磨きたいやろ、こうガーッとこう表面を、カチカチのやつにしたいやんか。いかに綺麗な、硬い、そうそう、硬いやつ。泥団子作れる。こんなんみんなやってんのかな。俺はめちゃくちゃやったけどな、こう、固めて白砂ファーかけて。俺はやってたな。で、次の日固まったらその上の表面をぐわーっと親指でカーッとこするんですよ。やってた。やってた？あ、三浦氏やってない。鉄みたいになるんですよ。こう、親指でずーっとこう、ガーッとこう擦っていくんですよ。そう、あんま強すぎたパリン割れるんですけど。あれかな、地区に呼んのかな。お坊ちゃんでしょ、三浦氏。泥団子。でも絶対これ大阪人の方が泥団子作るのうまいと思うんで。大阪人の方が多いかな。硬いものがある。硬くすんねんで。それこそ作家先生、鳥取砂丘でさ、団子とか作らへんの。砂丘サラサラやんか。固まれへんの、砂丘は。泥じゃないから。あ、砂丘の砂は固まれへんのかな。残念やな。せっかく砂行さんあんのにな、団子にならんか。泥やからな。餃子のタレ、作成時の酢と醤油の黄金比率はその時の目分量98点。ナイテナイのオールナイトニッポンナイナイタイムライン。はい、読まれた方は新札2億矢部を差し上げます。はい、ペンネーム小田智彦。今週のマルコポロリで東野さんがいつか転送メンバーを全員呼んで番組がやりたい。点数は集まりが悪いから、とりあえずピースを埋めていかなあかん。できればナインティナインも呼びたい。
矢部も大阪来てるからと発言した際、藤原の藤門が来ます？天祖の集まりになったら来ないんですよあいつと返し続けて原西さんも何回か天祖で集まって番組したんですけど矢部だけ来たことがないと不思議そうに言っていました。それとそれを聞いた香港さんが矢部だけと食いつき悪い顔をしながら矢部が誰顔を嫌ってるのか探していこうやという悪い企画を発案していました。矢部さんもしこの地獄のような企画オファーされたらマルコブロリ出演されますか。これなんかここちょいちょい西の方で騒いであるよね東野さんが。これがおかしいや、東野さんがいつか天祖のメンバーで全員呼んで番組がやりたいって、うん、いあんた関係ないやんっていうな。やっぱ変やねんって天然素材って。いやそう、まあ、やっぱり特殊なグループやったと思うよ。バッファロー五郎さんがもう全然そのバッファロー五郎さんで活動してないのと、うん、二次フジモンがいたらバファロー五郎 A さん、うん、木村さんはもう絶対出えへんとかさ。いやもう問題そこやろ一番の問題そこやろ。なんかあんねんな。だからその偏差をだからすごく東野さんとか表はんやと思う。でゴッツメンバーとかで絶対全員集まるやん、うん、誰か集まれへんみたいなこと絶対ないから、うん、コンビでもみんな集まるし、うん、133でも活動してなかっても、絶対板尾さんと香港さん来はるし集まるし、うん、にもかかわらず天然素材ってなんでそんなことなってんのって変やなって多分思ってはんやと思う。全員がこうしっかり集まれる何ちゅうのグループじゃないの変やなと思ったんだ。今解散してるコンビもいるし、うん、な余計に変になっててもなそうなの。星ちゃん大輔がな解散したのだいぶ前やけど、でも星ちゃん大輔は来るからね。そうだね、解散してても全然ホッシャンと大輔は普通に来るからね。うん、うん、まあだからなんか やべ来いやとかなんか親で言ってたみたいけど俺オファーされてないんですよ。そもそもがでしょ。そもそもが、うん、そうだ。なんかだからこう話がどんどん俺がほんまに避けてるみたいなのが一人歩きしてるから、そこだけは東野さんに言っときたい。そうじゃないと。オファーもないと。うん。うん。俺でもそのちょっとびっくりしてんけど、宮迫さんの YouTube にヘビイチゴの高橋が出たっていう。来てた。来てたよ。これもう一枚行こうか。ラジオにもなんだかんだ M サコさんの公式 YouTube にヘビジグの高橋さんがゲスト出演されてました。岡村さんと高橋さんが仲良くなったきっかけが、当時今まで芸人がほぼ来たことないと言われていた9月9日のナイナイライブに高橋さんがフラッと一人で行き、そのまま打ち上げに呼んでくれ、それがきっかけで仲良くなったとおっしゃっていました、うん、他にも伝説の秘話をたくさん語ってらっしゃいましたが、宣伝になってはいけないのでこの辺にしておきますが、うん、とにかく高橋さんが生き生きとお話しされている姿がとても良かったですと。全然ええねんけど、うん、高橋は俺友達やからあれやねんけど、高橋ちゃんと会社に言うてんのかなと思って。まあもちろん言ってるでしょ。宮迫さんの YouTube からオファー来たんですけど、うんうん、っていうのをちゃんと会社に言うてんのかな。それがちょっと気になったのよね。言わずに出てたらでもやっぱり言われるんじゃない、うん、会社から、うん、そうこうやってな、うん、ニュースになるから。でも宮迫さんもそんな高橋と仲良かったかって俺思ってますけど急に高橋呼ぶからそうやったら島も呼んだれよと思って、ヘビイチゴで呼んだったらええやんって。次ちゃん なんで分けてそんなことすんなよヘビイチゴはヘビイチゴで出しで出んねやったらええけどやな、うん、そなんで高橋だけなんてちょっと思って。か分からへんけどな。いやちゃんと島案がまあ話あったけど、うん、島が断ったってこと？可能性それはないわ。
都合とかな。ああまあそうか、そういうのあるかも。まあそういうのもあるか。いやだからちょっと気になって、なんで高橋一人で宮迫さんの YouTube で、俺なんかそんな関係性が宮迫さんとの、もちろん天地とのメンバーやねんけど、うん、その関係性が全く見えへんかったから、変な組み合わせやなってちょっと思ってもた。分からへん、これからめっちゃ仲良くなるかもしれんで。まあそれ別に構えへんけど。あなたもそうやったやん、在学中はほら高橋その仲良くなかった。仲良くなかった、このきっかけでやん、やっぱり徐々に。だから分からへんで、これ。ちゃんとその会社に言うてんやったけど、言わんと出てるってことはないよな、さすがに。さすがにないんじゃない。うん、まあええけど、うん、なんかなってちょっと思ってしまったのよね。うん、うん、まあまあ、まあ、なんか分からへん、嬉しかったかもしれんしな、高橋は高橋で。ああ宮迫さんに呼んでもらって。そう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 、まあ、そういう子やんか、なんか、うん、あ、行きます行きますみたいな、うん、フットワーク軽い。まあまあでも、うん、シマンも一緒でって俺は思ったけど。そう、分からん、どっちがどっちか分からへんで。分からへんけど、なんで高橋だけやねんって俺は思って。ほんなヘビイチゴで、天然素材の秘密兵器ってヘビイチゴで出したあげた方が良かったかも分からん。シマンはちょっとあのな、もしかしたら、うん、ノリオショーからやめとけって言われたんかも分かりへんし、定かではないけどね、分かりませんよ。そうやのよ、分からへんのよ、これは真相は。OK です。なれ、やすめ、きょうすけ、ないきさ、なきないのオールナイトニッポン。悪い人の夢。さあ、まずはですね、これは兵庫県のゴリラババアからいただきました。文鎮師匠が話をしていました。マー君こと田中将大投手が楽天を退団するそうです。いやー、てっきり楽天でキャリアを終えると思っておりましたが、ひっくり返しましたな。楽天やのうてバク転したんちゃうかと言ってるんでございますな。しかし大変なのは男子バスケ協会ですな。八村塁選手が日本代表に不満を語ったそうです。せっかくこの間復帰戦をしたのに、日本代表には復帰戦、バスケだけにこれぞ、ダンク反対、ダンク反対。まあわからんかったら家帰って考えてくださいな。まあいろいろ田中さんあるよね、もね、ありますけれども。まあだから難しいところですよね。八村塁選手なんてもうだって NBA の一番すごいところでやってる人やからね。うん、ちょっとまあ難しいところもあるのかもわかりませんけども、オーパーツ差し上げときましょう。続きましては、群馬県の虎の子からいただきました。今言いました、あの人から番組にメッセージが届いていました。ナイティナインのオールナイトニッポンをお聞きの皆さん、こんばんは。そして矢部くんお久しぶり。あれ、もしかして僕のこと忘れちゃった？またまた矢部くんとぼけちゃって。本当に忘れてんの？ちょっと待ってよ、僕だよ。月9ドラマ天気予報の恋人で共演した渡辺一慶だよ。いや、しかしついにやってきたね、この季節が。何ですかってじゃないよ、矢部くん。この季節といえば決まってるでしょうが、僕が大好きなオカワングランプリの季節でしょ。いや、今年は誰が出場するのか、そして矢部くんは何を披露してくれるの。いや、もう待ちきれないよね。ちょっと矢部くん、テンション低いんじゃない？僕がこんなに楽しみにしてるのがさ、分かってよ、感じてよ。ということで、一体誰が出場するのか、ひょっとして僕も出場するのか、オカワングランプリ2024、皆さんお楽しみに。いや、誰ですかって、僕だよ、渡辺一慶だよ。あれ、これあれ、渡辺一慶さん何やったっけ、オカワン、なんか聞いたことがあるんやったっけ、好きという情報が入ってきてってんな。まあ、一回さらっとどっかで聞きはったのかな。なんか今年は聞いてもらえるのかどうかちょっとわからないですけども。そうだね、誰が言ってたんだっけ、これ。渡辺一慶さん、おかわんが三木昴生、あ、三木昴生なんか喋ったの、渡辺一慶さんと。それでなんか出てきたんか、なんか三木昴生が言ってたよね、そんなことね。渡辺一慶さんもなんかおかわんって言ってましたよみたいなことをね。もしかしたら楽しみにしてくれてはんのかもわかりませんけれども、
オーパーツ差し上げておきましょう。続きましては、大阪府ゴールドボールからいただきました。意味ました。あの人がネタをしていました。この街も変わらねえな。どうした、セットでついてるスープを見るような目で俺を見やがって。俺だよ、俺チャーハンだよ。ではここで腹ペコなお前たちに熱々のチャーハンジョークを一つ。この間俺のワイフが足をくじいてたから歩きにくいんだと相談してきた。そこで俺は言ってやったのさ。それは痛めてるんだってな。チャーハン。次まして、食いしん坊なお前たちに熱々のチャーハンジョーク、おかわり行くぜ。この間そのワイフがダンスをしたいって言ってきたんだ。でもワイフは足を痛めてるから腕だけでできるダンスがあればいいんだけどって頭を抱えてたんだ。そこで俺はこう言ってやったのさ。パラパラにしようってな。チャーハン。チャーハンや。わあ。ハンバーグ師匠もね、オカワングランプに出ていただいたことありましたけども、今年ちょっと落選ということでね、残念ですけども、本気でやってくれましたからね、ハンバーグ師匠もね。またちょっとお待ちしておりますけれども、大パーツ、差し上げておきましょう。続きましては、これはですね、宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。意味ました。悪いインパルス堤下が放送室を占拠していました。おい、ナイナイさんよ。去年俺が久しぶりに日本放送にやってきた時、まだちょっとダメだみたいな視線で見てきたよね。それに俺がスタジオ入りした時、すぐに牛乳を飲ませたよね。牛乳ばっかり飲んでたらどうなるか、よくわかってるんだろ。何キョトンとした顔してんだよ。お前らもう一回、スケッチブックで殴られたいのかよ。俺は、オカワンが好きだったんだ。なぜか視聴者がみんなことごとく不幸になっていく、そんなオカワンが好きだったんだ。共に戦った芸人仲間もいたもんね。けどあんたらは俺を鼻つまみ扱いした。だから俺には優勝商品のカニを食べる権利があるんだ。俺を怒らせたこと、カニを取り上げたこと、この場でちゃんと謝れ。流れに求めて、時の流れを止めて、変わらない。感動する。ちょっとなんか今の堤下のこうなんか重なるよね、この曲が。わかんないですよね。鼻つまみ扱いしたつもりは全くないんですけどね。ただみんながその堤下のテンションに、まあ、震えたということだけなんですけども。面白いですけどね。いや、この中島みゆきさんのこの正常、まあ、金八先生ね、見たことない人は何のこっちゃわからないと思う。我々の心の中にはものすごい刻まれている金八先生のね、腐ったみかんの方程式、加藤勝が放送室で言うんですよね。荒井二中の、人たちにみんな謝れって言って、腐ったみかんを掘り出して荒井二中から桜中学に転校させて、腐ったみかんがいるとみんな腐ってまうからっていうね、それ謝れって放送室から言うんですよ、立てこもって。最後荒井二中の校長先生が謝りますって言って謝るんですよ。謝ったことで加藤勝はもう、自分の役目を果たしたと思って放送室からバーって出てくるんですよ。ほんで荒谷二中の一人の先生が警察呼んでたんですよ。で警察が乗り込んできて、加藤勝とか荒谷二中のそのまあ不良たちは、こう警察に捕まって護送車に乗せられていくんですよ。スローモーションなんだな。その時に車でわーっと連れて行かれる時に、加藤勝のお母さんがわーって走ってきて、その車を追いかけるんです。その時にこの曲がねかかって、ずっとねお母さんが走って追いかける、最後ね力尽きてパーッとこうね、あの道路にこう倒れ込むっていうね、それがずっとカメラワンカメでずーっとやるんですよね。加藤勝は一回も振り返りもせず、じっと座ったままなんですけど、柳沢慎吾さんみたいになってきた。
もう好きな子はもう饒舌にもう思い出しながらな集まって、まあ、このね2024年のこのもう12月になろうかというところに金八先生の話してるのはもううちだけかも分かりませんけども、いや今でも加藤雅治をね包みしたの絵にしたらやっぱいいよね、すごく合う。だ俺はだからいつか堤下がここに来た時に、まあ加藤勝がね放送室から出てきた時、加藤加藤って言ってみんなによくやったって言われるのと同じように、うん、堤下がここでネタ披露した時に、まあみんなが堤下どうしたら怖いやんけって去年去年そういう顔してたけども、今年なんかは堤下堤下堤下というこの確かにそうブースを去っていくありがとうっていうような感じの堤下になってくれたらええなって僕は思ってるんです。いや、やりたい、似合うと思うね、うん、いいと思う。そうじゃなくてまた、ディレクターの頭をフリップでパン叩いて変えるのかそれはちょっとわからないです。本番一応用意しとこね、うん、曲用意しとこね。なんかすごいいい曲でしょこれね。皆さんもちょっとね、この中島みゆきさんの施錠ちょっと覚えておいていただけたらなというふうに思います。大パーツ差し上げておきましょう。続きましては、宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。今言いました。ジャネットが説を唱えていました。ベッドの上でいらんこと言わんやつが結局一番偉い説。加藤隆、岡和の3回戦ぐらいまでは合格してる説。陰謀あんなにパーマかかってなくてもいい説。書道の授業ワンチャン筆下ろしというワード出てくる説。雪の鎌倉ラブホ代わりに使うと熱気で崩れる説。ライブ中にやじる男ファンザのレビューもちゃんと書いてる説。 QR コード玉木の詩を読み込めば何らかのサイトにつながる説。バスツアーものの作品ラストみんなで We Are The World を熱唱したら権利問題でお蔵入り説。ゆでだこ完全勃起した時のあそこと同じ色合い説。年末調整尺八しながらでも書類用意できる説。尺八って久しぶり。そうですね、もう尺八、はい、もうほぼ聞かない用語ではありましたけど、久しぶりやな。またねなんか蘇ってくる、うん、そうね。何歳なの。いや心の折れた人そんなに我々と同じ年ではないですよね。もうちょっと下ですもんね。そんなに年はいってないと思いますけど。尺八世代なんかな。ああ、かもわかんないですね。でも尺八って言いながらファンザも織り込んでくるところは、オールマイティなエロかもわかんないですね。心の折れたエンジェルは。何もあげません。今日は以上でございます。さあここでオールナイトニッポンからのお知らせです。題しまして、オールナイトニッポンリスナーが選ぶ日本アカデミー賞話題賞投票スタート。さ あ今回で48回目を数える日本映画界最高の名誉日本アカデミー賞、その一つがこの話題賞です、はい、話題賞はオールナイトニッポンリスナーの投票をもとに決定されるんですが、オールナイトニッポンのホームページから簡単に投稿することが可能です。簡単に投票することが可能です。映画界で最も話題を集めたと思われる作品と俳優をご応募ください。はい、私事で、申し訳ないんですけども、それゆきアンパンマン、バイキンマンと絵本のルーン、スイートオルズをやらせてもらっても多分作品の中にはそれは入ってると思いますので、リフトは入ってますか。あ、リスト入ってたらよかったです。アンパンマン史上一番のヒット作でした。これは話題賞取れる作品だと思っております。よろしくお願いします。はい、はい、日本アカデミー賞話題賞、たくさんのご応募お待ちしております。はい、ナイのオールナイトニッポン。ちょっとすまへんな、はあ、髪切り切り髪切り切り、はあ、ナイのオールナイトニッポン、はあ、さあメールです。ラジオネームハルポン、
三木康生ですが X でいやいやほんまにと喜びの声を上げていましたもう7年連続の出場この言葉が嘘に聞こえます。今年はねランジャタイが敗退してますので国崎さん永遠のねちょっとまあなんていうんですかね、まあ、いじってくる感じの国崎さんが今回出てないので伸び伸びやれる可能性ももしかしたらあるかも分かりませんけれども、うん、うん、まあでもどうなんですかね、調子の方はいいのか悪いのか分かりませんけど、当日にならないとねこればっかりは。そうですね。ラジオネームイット、加藤勝の時の金八先生45年前ですって45年、青春ですね45年前、うわ45年前そんなもん。いやそれぐらいじゃない。でもあれえほんまかな、第2そんな古い、それ第1シーズンじゃない、これはパート1じゃ、そうやな、一番最初のやつやな。あ、じゃあトシちゃんが出てた時のやつじゃない。そうやと思う。トシちゃんが出てたやつがだって8歳9歳やもん俺ら45年前やったら、うん、第1シーズンはあれですもんね、なんとかの母杉田薫さんの、うん、そう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 、何やったっけな、あ15歳の母でしたっけ、なんかで、うん、なんですか、なんて言ったんですか今第1シリーズ79年、第2シリーズは80年1980年。ああでも1年しか、あ1年しか作、ああすぐ作ってんねや第2シーズンも。9歳10歳衝撃や、第一シーズン勝って、だって中学生でね子供を産むっていう、あとすごい問題の、こっちも子供やったから衝撃やったんか、そう余計に。で第二シーズンはやっぱ校内暴力にこう、まあ、焦点当てた作品でしたけど、毎回その問題提起がねあって、ドンピシャやってんな、だからね非行とか、そう不良、うん、暴走族、うん、ね、今は珍相談っていうらしいんですけど、珍相談そう決まりましたよね珍相談って決まりましたよね暴走族って、いやいやこの誰か決めましたよ、暴走族っていうと憧れを持つから名前にで珍相談に変えましょうってなかったな、誰かがどっかで言いましたよね、言ってた誰も言うてないから僕が言いますけど、珍相談なんですよ、暴走族って今言わなくて、うん、誰かが言いました、珍相談って言えってえ、タッチ号おったら珍相談おるけどね、たまに珍相談ね、うん、そうですね、珍相談風、そう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 、うん、え我々がえラジオの深夜番組で違う俺らそんなん言うわけない、造語、うん、暴走族っていう言い方すると憧れ持つ人がいるから珍相談っていう言い方にしましょうって、あえて変なネーミングに変えます言うて誰かが言うたんやって、俺すっごい覚えてもアホやなと思って、言い方変えたってそんな変われへんの、ほんで誰も言うてないですもん、だから僕は言い続けますけどね言わへんかったら済む話やもんな、珍相談珍相談って誰が考えてるのか分かりませんけど、まあまあそういうのもあったということでございますけど、コーナーいきますか、拓野さん、さあ、おそらくオカワングランプリ再来週ですか、カニとかも拓野さんがいろいろと、あ拓野さんじゃない、あ拓野さんはもうあれですかね、完全に釣り系の方に行ってしまったのかも分かりませんけど、毎週行ってあるよね釣り、なんか情報によりますと拓野さんは今週なのか分かりませんけど芦ノ湖ですか、芦ノ湖の方に、行かれたんではないかという、あ富士山の写真は淡水だから芦ノ湖はマスとかね、ブラックバスとか、多分日本で一番最初にブラックバス放流されたのが芦ノ湖じゃないかと。すごいね、毎週仕事してはんの
してはる、はい、コースを歩いてはるしてると思います、はい、すごいほんま好きやねんな、まあ、あの非常にこう時間を有意義に過ごしてらっしゃるという拓野さんですけども、東京都のんぴーたんからいただきました。あのさ、矢部君、スパイダーマンの体ってどうなってるんだろう大好きやと思ってんじゃん、スパイダーマン。ほんまですねまあそうやな、スパイダーマンもだからどこまで行ったかもわからないです。初期のスパイダーマンとかちょっと見てたような気しますけど、真っ黒のスパイダーマンとか出ましたもんね。そっからもうどうなったのかちょっとわからないですね。どうなってるんだろうね、わかんないです、スパイダーマン。そうやな、だからと言いますととか言わへんかったもんな、俺も多分そんなん聞かれてそうっすねって言ってたからこうなってしまった、ね、そうっすねがあんま良くなかったんかもわからない、そうだよね、GM 差し上げておきましょう。続きましては、京都市小田智彦からいただきました。あのさ、矢部くん、この間矢部くん&ガーファンクルの CD 買ったよこうおかしいな、すごいおかしいなこと言ってますけどねもう間違いどころの騒ぎではちょっとないですけれども、うん、積極的にボケてきてるもんなすごい前のめりやもんね。いいですね、なんかね、うん、GM 差し上げておきましょう。続きましては、大阪府ゴールドボールからいただきました。あのさ、矢部君、それ僕の金玉だってばどういう何持ってんのか何をぶら下げてんのか、何を持ってんのか、なんか触ってしまってたからちょっと分かんないですけどね、ボールかなんかと間違えたからかも分かんないですね、なんか嫌、うん、やなーって、拓野さんもしばらくはもうって触らしてはったのかも分かりませんけれど、大パーツ、差し上げておきましょう。続きましては、稲沢市ジャーキーからいただきました。あのさ、矢部君、お尻丸出しの写真集って何年前だっけ定期的にお尻出す人っていますよね、なんか写真集でちょっと矢部美穂さんとか、そう、お尻は出してましたよね、売りやったからね。あと田村恵里子さんもなんかお尻出してる写真集ありましたよね。お尻ってなんか出しがちというか、出しすんもんなんですかね。交渉次第でしょうね。うん、まあ、ちょっと出しやすいって言うとあれなんでしょうけど、なんかあるんですかね、わかりませんが、GM 差し上げておきましょう。続きました、中野区世田谷の痩せ方からいただきました。あのさ、矢部君、稲川淳二さんめっちゃ怒ってたよ。なんでわからん、でよ、怖い怖ないわ言うて稲川淳二さん怒ったら怖いな。いや怖いよ、そら怒るような人じゃないから。稲川淳二さんがめっちゃ怒ってるってなんかもうだいぶなんかよっぽどのことがない限り、うん、稲川淳二さんが怒りはれへん。怖いな怖いなって言う人やもんね。そうそうそう、逆に怖い稲川淳二さんがなかなかねと思いますけど、大魔神、あ、大魔神出ました。あの大魔神佐々木選手が、プロデュースされた鯛釣りの何メートルにしましょう10メートルいただきました。拓野さんが、ちょっと裏でいろいろとやって、らっしゃると言われてるタイの仕掛けをね、これで、あのタイ釣りに行ってほしいなと思いますけど、釣れたら報告してください。今日は以上でございます。ナイティナインのオールナイトニッポン、なれへんかな。早くなってほしいね。早く桜が咲けへんかな。あ、桜見たいね。早く合格の桜が見たいな。見たいな。ナイティナインのオールナイトニッポン、頑張れ。ナイナイ共通テスト。さあ、このコーナー全校の受験生を応援するお部屋探しのエイブルの応援を受けまして展開しております。共通テストよりもある意味難しいと言われている試験、来年共通テストに出そうなアホな問題とその答えを送ってくださいというコーナーでございます。
はい、毎月恒例ですね、今日はスペシャル仕立て、今何かを頑張っているリスナーに電話をつないで内々共通テストに生挑戦していただきます。はい、つながってます。もしもし。あ、もしもし、こんばんは。こんばんは。お名前とよかったら年齢の方お願いします。はい、はい、ラジオネームシホヌ、48歳です。シホヌさん。シホヌさん、はい、これもうラジオはあれですか、はい、どれぐらいから聞いていただいてるんでしょうか。あ、まだちょっと浅くて6年前から毎週、はい、いやでも6年毎週欠かさず聞いてます。わあ、これはあれですか、はい、この時間聞いていただいてるんですか。あ、そうなんです。はい、あのちょうどナイナイオールナイトいろいろ聞くんですけど、ナイナイさんの時間はちょうど起きててリアタイをいつもできて、はい、大丈夫ですか。はい、あ、大丈夫です。こんな深夜に、はい、はい、深夜に聞けるんですか、はい、この時間に1時3時。え、何です。え、1時半に。あ、1時3時で聞けるもんなんですね。はい、そうなんです。あの、はい、聞けるんです。これ何か理由があるんですか。はい、あ、はい、あのケーキ屋をしていて。ケーキ屋さん。あ、そう、ケーキ屋さんです。それで、あの、はい、仕込みがだいたい夜の1時くらいから始まって、はい、で、あの営業日一人でやってるので、はい、金曜日だけが営業日で、はあ、で、あの月から木は仕込みをしてるんですけど、この木曜日の夜から金曜日にかけてがやっぱり一番忙しくて、ずっとあの作ってる感じです。うわ、寝ないですね。じゃあもう今からね。あ、ちょっともうね、あのちょっと仮眠を8時とかぐらいから寝て。はい、そうです。うわ、そうなんですね。これちょっと、はい、じゃあ今忙しいですよね。クリスマスも控えてますから。あ、そうなんです。はい、クリスマスはもう12月はもうやっぱりね、クリスマスケーキとかいろいろありますもんね。はい、はい、これちょっとびっくりしましたけども、はい、約30年前あ、そうです。はい、バッファローゴロのファンだったお姉さんとあ、はい、一緒に天然素材のライブを見た記憶がありますって。あ、そうなんです。はい、我々出てました、ね、天然素材の、はい、あ、そう、なんか記憶がすごく曖昧で、でも姉とその2丁目劇場に行った記憶はあって。あ、2丁目。あ、そうで、すごいね、女の子たちが、ファンの人たちがすごい集まって、もうウキウキな感じはすごい頭にあってそうで、姉はそう、バッファロー五郎さんの、はい、ファンだったので結構、まあ、なんかよく行ってたんですけど、私はその日はたまたまあのちょっと付き合って。二丁目劇場ですか。はい、と思います。はい、新沢橋だった気がします。懐かしいですね、その頃はね。はい、バッファロー五郎さんもネタやってたんですけども、はい、なかなか天然素材もこう集まりが悪くなってまいりましたが、はい、いや、シホヌさんみたいな方がおられるんであればね、また、はい、はい、天然素材もおじさんになっていけばいくほど集まったとき多分面白いと思いますので。あ、ね、面白そうなので集まってほしいです。そうですよね。ぜひ。はい、ありがとうございます。はい、さあ、シオヌさん、今頑張っていること、はい、これは何なんでしょうか。はい、今頑張っていることは、そうですね、まあ、48歳なんですけど、はい、まあ、好きなこと、ケーキの仕事を、ケーキね、はい、ちょっとずっと、まあ、あの、頑張っていて、あと、子供も今、高校3年生の下の子が高3で受験で、まあ、そのサポートもありながら、ちょっと夜中から自分もやで、息子もさっき2時ぐらいに寝たみたいなんですけど、まあ、勉強をしていて。勉強して。おわ。あ、そうそうです。ちょっとラジオまではね、起きてると、次の日があれなので。そうですよね。はい。なので、それ子育てと、ちょっと仕事の両立で、頑張って。頑張ってますね。はい、しかもクリスマスも間近ということで、ケーキ屋さんのも忙しいですしね。はい、いや、もう頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。でも偉いですね、2時まで勉強してはるね。はい、息子さんはそうですね、はい、今日は2時でした。はい、ちょうどあの受験勉強と、あの期末テストが明日で終わりなので、多分明日で最後っていうので、うん、遅くまでやってたと思います。はあ、夜食みたいなのも出したりするんですか、ちょっと甘いもんとか。いや、なんか今日ね、何か作るって言ったらいいって言って、なんかちょっとお菓子を食べちゃってたので、ららたまにあの、うん、作ったりもするんですけど、今日はちょっと私も仮眠で早く寝たので、何も用意できずで申し訳ない。仮眠してね、ほんでまた仕込みでね、はい、起きてっていいお母さんっていうの伝わるわ。いや、ありがとうございます。そのね、お姉さんもだってバッファローゴロのファンの人で悪い人いないですもんね。いないですね。そうです。
伝えときます、喜びます。髪の毛染めてる人もいないです。そうです。バファローゴローのファンを。あ、はい、確かにそんな染めてないかもしれない。ただ、コアなこの笑いを求めるバファローゴローのファンの方っていうのはね、はい、いましたから。喜びます。ですよね。はい。さあ、それでは、クイズ。ちょっとね、だんだんと難しくなってきてますから、はい、落ち着いて、はい、答えていただけたらなというふうに思います。はい、さあそれでは行きましょう、はい、松戸市のトッティからいただきました問題。要潤が落ち込むと、しおんさん、落ち込んで、わかりました、落ち込んで要、はい、落ち込んだらどんな感じになりますか。要潤ですよ、しょぼん、しょぼん、しょぼんでいいですか。要潤惜しい、惜しい、惜しかったです今。かなめなんて言いました。かなめじゅん、惜しい、惜しい、惜しい、かなめじゅんが落ち込むと、はい、かなめしゅん。いや、すごい惜しかったですよ、はい、惜しかったです、惜しかった、もうほぼほぼ正解みたいなもんですけれども、ちょっと厳しめに行かさせていただく、はい、これは難しかったと思います、はい、でもすごくいいとこ行きました、はい、落ち込んだ風でジューンって言ってくれたんですね。シューン、全然全然楽天ついただけの話ですから、はい、トッティにはお勉強セットさせてあげておきましょう、続きましては、福岡県バナザードアップショーからいただきました問題。堤下敦史を全部通にすると、さあしおんさん、はい、つつ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 、やった、やった、嬉しい、やった、はい、よかった、今日堤下さんいっぱいね名前が出てますから、はい、そうですね、その通りでございます、つつ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 でございます。あ、はい、ただそれだけのことなんですけども、もう一問正解しましたから、あとはもうリラックスしていただいて、はい、はい、バナザードアップショーにはお守り差し上げておきましょう。あの、ネタ息子さん起きてきたりしないですか？大丈夫ですか？大丈夫で、あの、はい、下のあの厨房の方で電話してるので、厨房の仕込みもね、はい、この後ちょっとありますからね、はい、はい、さあ、最後の問題になります。中野区世田谷の痩せ方からいただきました問題。三谷幸喜に隠れている寿司ネタ2つ答えろ。しおぬさん、タコ、ウニ、正解。やった、嬉しい。急に、急にすごいですね。一問目も惜しかったです。あれ、なかなかジューンって出ないですよ。ああ、ね、全然一問目はすごい難しかったです、はい。そうですよね。はい。でも素晴らしい。二問正解されました。ありがとうございます。背高の痩せ方にお守り、差し上げておきましょう。これあれですか？これ終わった後も、ここからまだ仕込みあるんですか？あ、そうなんです。あの、お店のオープンがお昼の2時からで、はい、一人で作ってるので深夜1時から2時までに全て揃える感じで、そっから販売なんですけど、うわ、今日じゃあ1時間ぐらい遅れてラジオのね、ちょっとね早めに起きたのでこの時間を確保しました。なるほど。はい、いや結構お一人やから数量限定ですよね。あ、そうですね、数量限定ですね、はい、はい、大変や。またね、天然素材もライブできるようにね、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、その説は行きたいと思います。そうですね、でも、はいはい、あのお姉さんやからね、しおぬさんは付き添いやから。そうですね、今度はだから、はい、しおぬさんがお姉さんを誘ってちょっと行こうよと。はい、ね、そうします。はい、でもあったらこんな人いたよって言って、30年前に、はい、お姉さんに連れられて、はい、あの、テネソヤのライブ見に来た人がいますよ。その人は、はい、お姉さんはバッファローゴのファンでした。おおたら必ず言いますから、伝えますから。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。待っておいてください。約一人ちょっと合流できない人はいますが、今の段階では。それもと、時が経てば、なんとかなると思います。はい、大丈夫だと思います。さあ、しおんさんには記念として、ステッカー、お守り、はい、そして、さらにお勉強セットも。プレゼントします。はい。はい、そして今、子育て、そしてケーキ屋さんね、はい、料理図頑張っている、しおぬさんに、今月はですね、はい、矢部さんから一言応援メッセージがございます。はい、それでは矢部さん、お願いいたします。はい。お母さんとケーキ屋さんの
二刀流頑張れ出ました。ありがとうございます。頑張れ二刀流ってのは、はい、大谷選手の二刀流、はい、と思われます。あとバファローゴローのファンのお姉さんの付き添い三刀流頑張れ、はい、ぜひねお姉さんにもよろしくお伝えください。本当にありがとうございます。ありがとう頑張ってくださいね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、来月末もこのように電話でリスナーとお話したいと思っています、はい、引き続きネタの方をお待ちしております。郵便番号 100-8439 日本放送ナイティナインのオールネットニッポンナイナイ共通テストの係まで。メールは nn@allnetnippon.com nn@allnetnippon.com 件名に共通テストと書いてください、はい、コーナーで読まれた方にはオリジナルノビリティグッズ、ペンケースと付箋と蛍光ペンのお勉強セット、ステッカー、お守りのうち一つ差し上げます、はい、さあ曲です。平成ジャンプでドンキーゴングス。やべっちカレンダー。さあ、まずはですね、千葉県カズヒラミラーからいただきました。何をやっても初日から手応えありますね初日ってね、なかなか手応えなかったりとかそういうこと多いんですけど、GM を差し上げておきましょう。続きましては岐阜県ともやぴからいただきました。駅伝は一人で走って優勝したことあんねん一人で駅伝の醍醐味ないですけどね。たすきをつなぐっていうのがね、駅伝の一番のこのなんか見どころといいますか醍醐味ですけど、GM 差し上げときましょう。続きましては福岡県バナザードアップ紹介いただきました。この前車運転してたら矢部まであと17キロという看板見かけた移動しないですかねそこにずっとあるものなのかいるものなのか、矢部って地名はありますけど、ね、ありますけどね、その岡村っていうところもあるんですけどね、うん、そういうの必ずやっぱなんか行きますよね。ね、あの番組の企画とかでね、うん、行かさせていただきますけど、GM 差し上げときましょう。続きましては、京都市小田智彦からいただきました。伊藤聖子さんみたいに芸名ひらがなにしようかないいですよね。でも矢部ひろゆきひらがなでもなんかいい感じしますけどね。うーん、伊藤聖子さんなんでひらがななのかな。確かに伊藤聖子さん漢字やったら硬いよな。ちょっと、うん、顔出てけへんね。そうやね、やっぱこのちょっと柔らかさ、でもすごいよね、ひらがなにしはったって、うん、伊藤聖子漢字で書くとちょっと硬い感じしますもんね、うん、GM 差し上げておきましょう。続きまして品川区トラキッチからいただきました。どうもラックススーパーリッチのスーパーリッチでーす何やなこれラックスとスーパーリッチかでもこれネーミングの勝利というかね、ラックススーパーリッチなんてめちゃくちゃ神にいいというか、絶対つこたら方がええやんみたいな名前やもんね。すごないですかラックススーパーリッチって、こんな長いタイトルつけます？うん、あとまあもうかなり長いよね。長いね、ロングラン長いよ、昔からやもんな、うん、すごいよねやっぱり。ラックススーパーリッチとメリットはこれもう永遠の、うん、永遠のリンスのいらないメリット、そうあんねんけどね。リンスももちろんあるあんねんけど、リンスインシャンプーがね、あんちょっと流行った時期があります。あるんですけどもね、オーパーツ差し上げておきましょう。今日は以上でございます。
ナインティナインのオールナイトニッポン。この番組ではあなたからの各コーナーへのお便りをお待ちしています。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送ナインティナインのオールナイトニッポン、それぞれの係まではがきを送ってくれてありがとうございます。メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com。 メールの場合は1通につき1ネタで、懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。メールを送ってくれてありがとうございます。なお点取り占いのみはがきだけの受付となります。そういうことになっています。オンエアの後は番組インスタグラムもチェックしてみてください。アカウントは 99ANN_official です。オンエアの後に見るのもいいですし、オンエアの前に見るのもいいですし、いつでも楽しめるのがインスタグラムです。とにかくチェックしてください。2024年の最強芸人は俺が決める。審査員岡野隆史オカワングランプリ、出場するのは三木昴生、ロングコートダディ、金太郎、インパルスのでっかい方、さらにナイナイの半チャーハンが好きな方も参戦。ナインティナインのオールナイトニッポン、放送は12月12日木曜深夜1時から。三木昴生、うん、沖縄料理うまい。うまいね。インスタグラムを更新したんですって。ナインティナインのオールナイトニッポン、これ何？美味しいよね。ナインティナインのオールナイトニッポン、この番組は栗本鉄工所、ワンカップ大関、高須クリニック、 QBB ベビーチーズ、サムティ、井出光興産、日本外資、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい。テントリ採用者、京都市ペンネーム小田智彦、品川区ペンネームトラキッチチ、福岡市ペンネームズー、兵庫県ペンネーム21世紀マン、4名の方々に新札3億やべ差し上げます。はい。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてチェックしてみてください。はい。再来週はオカワングランプリということになっております。はい。ラジオネームボロ雑巾、先ほど金八先生のパート1の後にすぐパート2が始まったと言っていましたが、金八先生のパート1の後は岸田智文さんの1年 C 組新八先生、新八さん、あ、失礼、岸田聡さんの1年 C 組新八先生です。生徒役に三重春さんが出てきました。うわ、金八先生、新八先生、金八先生になってね。じゃあでもその間に1年しかないってことやな。じゃあ戻って1年の間に新八先生あったってことだね。金八、新八、先八、勘八先生ね。そう、いっぱい先生おんのよ実は。そうそう、あちこち行ってんな先生ね。でもやっぱりこう金八のあのやっぱインパクトというかね、うん、これは知ってましたか。ラジオネーム竹坊、先ほど話されてた世情が流れる金八先生の回の中で、デビュー間もない柳葉敏郎さんが赤いヘルメットをかぶり、そうや、加藤勝が立てこもる荒谷に中にバイクで乗り込むちょい役で出ています。そう、人としてが流れるオープニングの出演者名にも柳葉さんの名前が出ていますと。そうそう、すごいなあ、こういうのを振り返ったら。何やったっけ、あの暴走族、名前忘れた。スナックちみどろのに集まってくる暴走族のメンバーで柳葉敏郎さんが、うん、あの出てんのよ、うん、そうそう、マサルって言って、ね、頑張れって言って言いに来るっていうのがあったんですよ。すごいな。いや面白かった、あの時のあの金八は本当しびれるというか、うん、うん、でまた自分らが中学上がったら似てる子らいるもんね、まあ、それをちょっとね学校にね真似したりね。そうそうそう、有名なシーンで、まあ、あの時なんか手上げるからね、金八先生生徒殴るからね、うん、あの時ね、あの間違えるんですよセリフを。でもそのまま使うんですよ、バーン芝居た後に、お前たちは俺たちのって金八言うんですけど、
俺の生徒だって言って言い直すんですけど、そのまま使うんですよ。リアルやから。それがリアルやし、もう感情乗ってるから取り直してるみたいなとこはもうあれやからな。そう、よかったですよ。機会があったら見てください。わーわー言っております。お時間です。さようなら。